1期生が集まったうん。時、1期生の楽屋最悪でしたからね。なんか言えないけど、ちょっと、なんか、そういうこと、そんなことするみたいな。ふざけ方が。何したの？ふざけ方がね、ちょっとね、1期生独特なところはあるかも。なんだろう。でも集まったらやっぱりうるさいとこは、うん。変わんないですよ。みんな、まあ、多分。まあ、そっか。うるさかった人たちが、うんうん、大人になって集まってもうるさいですよ、絶対。うるさっか。うん。そうね、集まったらうるさいよね。そう。一人だったら、まあ、落ち着かんだけど。うん。そっか。ねえ。女子受けするメンバーが多い感じ。まあ、そうね。NMB はそういう感じでやってます。あれ、タクティいません？あ、ほんとだ、タクティさんだ。待って、フラッシュレモンって言ってる。フレッシュですよ。フレッシュレモンです。あ、ね、タクティさん。なんかステイホーム T シャツめっちゃ作ってるイメージ。おーね。それめっちゃ。タクティの T シャツ。家にあります、うん、2枚、2枚ぐらいはある。3枚 ?2 枚めっちゃあるじゃん。でもなんかくれる。くれる。そうなんだ。うん、いいな。私も欲しい。多分、ちょうだいって言ったらくれると思う。めっちゃ欲しいんですけど。タクティ欲しい。私、最後の、あの、何、うん、卒業公演、あ、そうだ。卒業ライブね。作ってもらったんですよ、うんうん、めっちゃ可愛かった。作ってもらって、めっちゃなんかマジ頭おかしい衣装作ってきて、えそうだ、レオタードですごいやつでしょ。そうで、ね、胸のところに私の顔が、あ、そうそうそう、5人ぐらいいんの。すごいね。そうで、なんか終わる時になんか、あ、これもうあげるよとか言って、まあまあね、別に私以外に使える衣装でもないしね。そうだね。誰も着れないよ。あれは。あげるって言ってましたよ。タクティ今、コメントで。あ、ほんとだ！やったー！めっちゃ、めっちゃ嬉しい。着ます。いっぱい着ます。今、うん、出せるかも。タクティの T シャツ。お、生着替えで。いや、着替えはしないよ。あ、着替えはしない。あ、すいません。ね、どこやろう。あ、T シャツとか、私めっちゃ服あるんですよ。服ありすぎてもうどこにどこをしまってるか分かんない。ラクティさんが衣装作ったのに時間間違えて、おかんの中森明菜を聞いて帰ったって書いてる。ああ。そっか。そっか、見れなかった。結局そうだ、ね、お母さんあれや、大変なところにしまってるかも。やばいとかに、ここだって寝巻きやもん。違うわ、違うとこにしまってる。あら、違うところに大切に保管してる。なんかあのタクティが、うん、もうこういう感じで写ってる写真。あ、ね、なんか見たことあるかも。多分私着てるから、うん、うん、それ見てるわ。うん、ね、よく着てたかも。うん。まあ、でもらってください。はい。もらって、すぐ着て、インスタライブやろう。うん、そう。市川さんもコメント拾ってあげて、ファンの人。そうでもね、そう、そういうのね、めっちゃどうしよう、なんだ、どうしようとか言って、おかんのデザイヤーって書いてますね。あ、中森明菜さんのか、うん。あ、市川さんタバコ吸うんですか。え？吸ったことないです。本当に？いや、本当にマジでこれは本当にです。本当に？はい、本当です。あの、私のお父さんとか
まあ、おじいちゃんは吸ってたけど、うちあんまりそういうタバコ吸う人がそんなにいなかったんで、基本は。そっか。だから全然。食感がめちゃくちゃ減ると思うか。うん。だそういうね、身近に多分吸う人がいたら影響されるかもだけど、うん、私の周りはいなかった。逆になんか、おかんがめちゃくちゃ吸ってたから、ああ。なんかこんな煙、今はもうなんか禁煙一回するって言って、うん。本当にやめたんですよ、おかん。え、すごい。やめれるの？それで、うん。私、なんか親がなんかおかんのヘビースモーカー、でめっちゃ家煙、うん、家かな、なんかもうずっと煙たくて、うんうん、でそれにすごいお金かけてんのがもう傍から見てたらアホらしいから、うんうん、わかるか、逆にその三面教師みたいな感じでタバコ吸ったことない、うん、やろうと思ったら、逆にねそういう人がいると、うん、まあでも確かにねタバコ体に悪いしお金もかかるし大変そうだなと思うね、うん、知ってる方はねえミオリン吸ってたらやばい混乱しちゃうって感じ。石川さん吸ってたら多分、ね、うん、それはなんかあれかも、ちょっと偏見かもしれないけど、うん、ちょっと衝撃受けるかもしれない、うん、ねえ、いやでもそう思う、私も自分でってやってる姿は衝撃的ですね。なんか想像するのもちょっと嫌かも。嫌だ、うん、嫌だね、ちょっとね、ちょっとね、でも別になんか本人がよくて知ってるんやったら全然それ、うん、そうやけど、まあ、びっくりしますね一瞬ね、一回びっくりするよね、うん、一回おおってなる。おあって見ちゃいけないものを見てしまった的な、笑うかもって人いる、笑うわ、笑う方なのね、うん、悲しい。ここはシガレットにしてね、うん、そう、おいしいよね。なんかあります、あ、高校生ファンとかどう思いますかっていう方が、高校生ファン、嬉しいよ、高校生の子が実際会いに来てくれる子ってあんま少ないし、うん、なんか別に自分からも高校生ですとかも言わへんから、うん、まあそっか、そんな言わん、わかんない、わかんないよね、別にそんな気にしたことないよね、そのなんか年齢そんな気にしたことない。ファンの人の年齢を気にしたことがない。うん、うん、確かに、うん。そんなに気にしないかも。なんか3歳ぐらいの子が来てたらそれ覚えるけど、3歳とか。そうね、ちっちゃい子が来たら、うん、ああ、よく来たねってなる。ちっちゃい子が来たなってなるけど。うん。ね、でも、ほのみんがいるってさ、草加さんがいるって。ほのみん？どこ？ちょっと。あ、私、ほのみんが、うん。うん、なんて言ってたっけ、私コノミンって呼んでたっけ、草加さんって呼んでたっけ、覚えてないな。どっちかな、なんかでもあの、うん、今年の2月に、うん、誕生日で弾き語りのライブあったんですよ。あ、やってたね。でそれに来てくれてたんですよ。え、そうなの、めっちゃぎゅうぎゅうで、うん、もうなんかそんな人数入れんのみたいな箱でやって、うん、何人ぐらいか、でもなんかもうめちゃくちゃぎゅうぎゅうで、もうなんか前の前にの方にいる人も押し潰されんじゃないかなみたいな、ライブでそんな子に好み来てくれて、すごい、まあ気づかなかったですよ普通に、それはね、プライスぎゅうぎゅうやしで、なんかその後になんか DM 来て、うん、言ってましたみたいな、うん、マジかと思って、そんなマジかと思ってびっくりした、けど嬉しかった、すごい、そんな何にも言わずに来てくれるとかすごいね、いや本当いい子よ、うん、すんごいカオスで最高でしたって
書いてる。いやだって何したっけ、もうなんかぐしゃぐしゃやったもん。ぐしゃぐしゃ。楽しかったけど、だからまあでも好みに来てくれて嬉しかったね。会いたかったけど、なんかその、来てるの知ってた、知ってたら会いたかったけど。ねえ、あ、めちゃめちゃ会いたかったですって、めっちゃ。うん。そう、ね、もう会ってない、ずいぶん会ってないよ。私も、一回、卒業、卒業して一回会ったね、私も。うん。一回だけ、東京来てた時に会ったけど、それ以来会ってないわ。私卒業以来プライベートで会った人ってマジで少ないかも。誰？でも好みあったかもしらん、プライベートで一回、うん、なんかなんかの相談に乗ったかも。なんか好みの舞台かなんかの、あー舞台、ね、なんかやって、なんかわかんないけど、うん、それで一回喋ったと。そうだ、ね、去年や。うん、あとね、誰かな、ん、プライベートで会った人な。あ、でも三田とかもそのライブに来てくれたりしたかな。うん、マウキュンって書いてた、うん、あとマジでプライベートで会ってるって言われたらないかも、うん、普通にただペアネとかはって書いてあるけど合ってない。え、多分合ってない。もう私はそのうん、まあでもみんなが、私はなんかまあひねくれてるんで、みんながそのうん元メンバーと遊んでくれてるっていう妄想を潰すために私は合ってないところがあるんで。あらら、そうなんだ。うん、はい、好みが、自分がわざわざ誘って会うっていうことはないかも。うん、あ、古賀さんも東京いるから遊んでやってくださいって書いて。古賀さんって誰やったっけ。なるなるだよ。ああ、あれか、黒い子黒い子言わないのとか、なんか元気な黒い子やろ。まあそうね、そうね。何の名前乗る。そう、あと、ね、あずさ、あずさはあった、あずさはイベントって言ったよね。あずちゃん元気。あずさはね、いろんな意味で元気そう。いろいろあったもんね。わかんないけど、なんかいろいろ衝撃が、私もよくわからんけど、ね、なんか元気そう。じゃあよかった、本当に。最近はなんか一緒に遊んだりはしてないけど、ね、ちょっとそれもなんかまだライブできてた時に一回来てくれたかな。1月に確か来てくれた。うん、めちゃくちゃ酒焼きの声してた。やだ。やだ。酒焼きの声してんの。あずさは、あずさはマジでなんかもう、うん、なんかもう自分の好きな人生を謳歌してる感じやった。あー、ならいいね。よかったよ。多分ね、あれは永遠に治んないですよ。誰が何と言おうと、多分あの子自分の好きなことやっていきますよ。まあでもそんなんできるね、できて生きていけるならいいことじゃないですか。うん、フォローになってない。そう？誰かな。いつもフォローになってないフォローみたいな、なんかこうわざとしてんのっていうぐらい下手なフォローしますよね。そんなことないんですけど、ちゃんと綺麗にまとめてるなって感じ。いや全然ゼロ、綺麗すゼロ。ダメか。私ね、あれこないだ三田さんのなんかラジオに出ました。あの60タイプかな。うん、あ、なんかでも最近 NMB の子とか、うん、元 NMB の子、うんうん、現役でも元でもなんか出演みたいなしてますよね、うん、リモートワーク、うん、そうそう、多分そういう傾向とか。あと仕事でリモートワークって結構怖くないですか。いや本当に、いやまだやったことないんだけどね。なんか喋っちゃ、うん、いらんこと喋っちゃいそうね。確かになんか分かんなくなっちゃうね、その、うん、なんだろう、仕事との境目が。、うん、そうそうそう。私だからなんか
前は、うん、ラジオ日本かな、なんか、うん、違うか、どこやったっけ、FM 東京え、どこ、なんか結構普通にちゃんとしたラジオの番組で、うん、うん、吉田豪によよわ呼ばれて、あ、なんか、そう、秋元さん企画のラジオ番組なんですけど、うん、吉田豪がその日はなんか、うん、担当選ばれてて、そこから私が呼ばれて吉田豪に出たんですけど、うん、なんかそれもリモートワークでみたいな、うん、あ、そうなんだ、あれもリモートなんだ、そう、だった、でもなんかこれ怖いですねって話してて吉田さんと、うん、なんか家から仕事、家でこういう出演の仕事するのめっちゃ怖い、いや確かに怖いね、そういうのだと、うん、仕事なんかね楽しそうだけど、いや、ね、市川さんね、はい、話すんのめちゃくちゃ下手くそじゃないですか、ほんまに、下手くそかな、めちゃくちゃ下手くそですよ、なんでだろう、なんでだろう、多分人の話を真面目に聞いてないからです、あーでもそれはよく言われる絶対聞いてないですもんね、半分流れちゃうんですね聞いてるんだけどこう出ちゃう、だからそれを聞いてないんですって、え、そうなの聞いてるんだよ、うん、聞いてるんだけど出ちゃう、だからそれ聞いてないんですよ、聞いてない、聞いてるんだけどな、なんか難しいね、聞いてるんだけど出ちゃう、だから聞いてないんですそれが、それが聞いてないってこと、ほらみおりん眠いって、みおりんつまずかそうって言ってる、違うの、やめますかね皆さんね、もう違うの、今ね、さっき1時間やったしね、延長してるし、充電がね、充電がもうすぐなくなるっていうのがさっき出て、ちょっと大丈夫かなっていう不安が今できてる。じゃああれか、2つ3つ考え事できへんのか。みおりさんの握手会めちゃくちゃ大変だったって言われてますよ。ああ、やだ。どうだろう。私でもね、一時期本当にやばかった時があって、めっちゃ寝ながら握手してたね、うん、日本語喋れない、そう、あ、日本語は喋れません、はい、だから、うん、ほら、だからみんな眠そうとか言ってますよ、なんかあのね、あ、私眠くなると思考じゃん、もうこれにしちゃうかな、やだ、じゃあやだ、みんなまたね、まだまたやりましょう。切りますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。